細野晴臣です。久しぶりに岡田隆史くんいらっしゃい。こんばんは、岡田隆史です。三原ちゃんがいないね。ねえ、来ると言っていた気がするんですけれども、ね、なんかあのアルバム作ったストレスで今倒れてる。そうですね、マスタリングも終わって、うん、ジャケットも終わって、うん、疲れ切っちゃったのかな。疲れ切ってる。いつもなんかストレス抱えるよね。そうですね、体調絶対崩すし、うん、もうヘロヘロになってますよね、いつもね。僕たちの中で一番凝り性なんじゃないの。もう締め切りなかったら多分、うん、ずっとやって本当に終わんないんじゃないですかね。うん、もう口酸っぱく言って入り込んじゃって、まあ本当目が回って倒れちゃった。そうですね。その頑張っていた三春さんのニューアルバムが、うん、いよいよね、9月15日に秘密の旅という、はい、やっとできたねですね、はい、同じ日に渋谷の桜ホールでもコンサートが、うん、そう同じ日なんだね。そうです、発売日に、うんうん、それもあるんだ、大変だな。ちょっとね、状況がね、うん、いろいろ変わってきているんで、うん、どうなんだかわかんないんですけど、ね、相変わらずだしね、うん、世の中。そうですね、というわけで、実は僕もずっとなんか宿題に追われてスタジオにずっと缶詰になってて車ぶつけちゃいましたよガードレールですよ。いやいや、まあ対人じゃなくてよかったですよね。よかった、あの人にぶつけたことはないんだけど、ね、大体ガードレールでパンクしちゃってさ。いや大変ですね。いや大変だもん、なんかね、車が身代わりになってくれるのね、うん、自分の、うんうん、あのペットなんかもそうなんだよね。そっか、うん、なんかそういう関係があるみたい。というわけで、ちょっとじゃあ気を入れて、音楽の番組なんで、はい、ね、音楽やっぱりかけようかね。かけましょうか ね。そしたら今日、うん、全部お任せしますよ、うん、いやいや、はい、適当にいろいろお願いします。はい、1曲目は、うん、つい最近ですね、大土蔵録音2020というですね、なんかそれなパッと聞いただけじゃ分かんないけどね山田三助と GCR 管弦楽団というですね、管弦楽団ね、うん、まあ僕の友達のグラムクラブというですね、うん、SP 版の復刻をやっているそういう人たちね、うん、方々がいまして、そこが、まあ、SP 版も有限じゃないですか、ずっと、まあね、管弦人が再発していくと、うん、でまあ昔のそういう戦前の録音物を、うん、今の技術と昔の技術を使って再現して新録をしていこうという凝り性の人だと、ね、うん、でこれあの千葉の佐原のにある大きな土蔵で500人ぐらい修行できるような、うんうん、このジャケット写真にあるオクラのような壁ですね、うん、はい、そこであのマイク1本ですごいマイク1本憧れるね、マツダの A 型ベロシティマイクっていういわゆる RCA の 44BX、うん、僕も使ってるやつだね。あれの日本ライセンス版、日本で生産してたライセンスものがあるんですけど、大体落語とかあのね、のど自慢とかみんなそういうの使ってたよね三味線とかね、放送局とかね、うん、そのマイク1本で録音した音源なんですけど、素晴らしい。服部良一の曲で夏の行進曲海へ山へという曲を聴いてみてください、はい、聞きましょう。古い渚は死ぬ
のリュックサック軽々の行くよ登るよ山また山を行けるだよりに赤い日を黒いですよね。なかなかこれはねできない。できないですよね。よくやった。すっごい大変だったんですよね。この夏の曲を、うん、真冬にストーブを何台も焚きながら、そう防寒着を着ながら。いや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 徹底してるね。うん、いやよくマイク一本でこういう音が取れたな。ね、素晴らしいね。なんかできるかな大丈夫。まあ相談されてたんで。うん大丈夫かなと思ったら、ドマタマのあのラッパの音でもあの頃の音になってるんだよ不思議で奏法もそうだしあの歌の感じ山田三助さんね素晴らしいですよ、ね、この人いろんな声色でああいう人いたからね昔びっくりこういう人がいるんだね山田三助さん絵を描く方で今は新やる気満々夫と恋を描いてますねやる気満々って昔あった漫画知らないですか何にも知らない僕は何それやる気満々うーんあの検索すると出てくると思う、うんうん、そうなんだね、未知の世界だ素晴らしい素晴らしいですよ、うん、これあの新録の CD ともう一枚二枚目に、うん、オリジナルの SP 音源も一緒に入って聴き比べもできるという思考になってますのでこれはもうびっくりだ尊敬しちゃうよ、うん、そういえばあのこの間ずっと会ってなかったけど何をしてたんです僕はまあいろいろとやっていた気がするんですけど、うん、あの一番大きなのは片岡智子さんの人のインスタントシトロンのアナログ版のリーシューというのを今日いただいて6月から、うん、はい6、7、8と、うん、そんなかかったんだね、うん、連続で5枚作って、うん、ですねその作業をやってなるほど今は10月20日の命日に隙間の国のポルタというですね、うんうん、アニメーションの音楽を片岡さんやってて あそうかそうかそれが素晴らしいんで、うん、レイスコ好きは絶対聴いた方がいいという、はいはい、それアナログ版が、うんまあ、今度持ってきてお聞かせします、はい、じゃあその片岡智子さんのじゃあインスタントストローンをせっかくなので聴いてみましょうか、はい、じゃあグッデイブロークンハートという曲を
finally find you. Dry your weeping eyes, started to gleam in a darling, I love you so. この当時のね音作りの特徴だよ ね、うん、自分もそうだったし、どんどん最近歌が前に出てきてるけど、ね、そうですね、うん、なんかもっと声が聞きたいなっていう、ミックスし直すわけにはいかないね、ないんだからこの辺は多分ね、うん、あるのでだ多分今うんトライしてるところなんだけど、でも VS っていうあのローランドの VS1680 っていう、うん、あのハードディスクレコーダーで撮ってるんで、そう全部家で撮ってたんで、そうかそうか、それをデータをどうにかできないかなと思って、データはあるな、データ自体はあるはずなんです、うん、どういうファイルなんだろうね、形式とかね、わかんないよね。そうなんですね、こういうのしょっちゅうどんどん変わっていくからね、うんうん、なんとかトライして、まあ、それはうちで抜き出せるようにしようと思って、いやそれは やった方がいいね、うん、面白い、あのさっきの歌の英語の男の人はどなたですか、うん、あ今のシトロンの、うんうんうん、あの永瀬五郎君という相方です、デュオだったんで、そうか、いやすごいネイティブな人だね、あの発音がねびっくりしちゃって喜びますね、うん、それ、うん、でその方は今はどう、今福岡に戻って、うん、あの地元で音楽活動を、あ本当、うん、そうかそうか、ところでこの今回持ってきてくれた中に、はいはい、三保慶太郎さんが入ってるんだよね、入ってますね、はい、気になるなこの間ポパイで細野さんがホラー映画についてやったやった書いてて、うん、その中でヒッチコックの鳥のことを少し言った言った言ったっていうか書いた書いてたんで、うん、それでまあヒッチコックのことを、あ鳥の曲ってあったなと思って、うん、まあ、あの当時あれ音楽ついてないんで、あの映画は鳥の声ばっかりですよね、鳥の声だけなんですね、であの鳥の声も本当の鳥の声じゃなくてトラウトニウムっていう電子楽器で延長させてるっていう話なんだけど、だから怖いんだな逆にそうなんですね、うん、でそれそのサントラだけだと鳥の声だけになっちゃうんで、それも聞きたいけどね怖すぎるんで、当時ソニーバークが曲をつけて、まあ、イメージソング的なものでサントラ版が日本でも出ているんですけれども、そうか、それは知らなかったね、でその中 B 面に鳥のブルースという曲があって、その曲の三保慶太郎さんカバーやってんだね、カバーバージョンというのを持ってきたので、ちょっと聴いてみたいですね、それはね、ブルースフォードバーズ、thank you.
全面的に鳥の声が入ってる音楽したの初めて聞いたねずっとそっち聞いちゃったそっちが主体ですからね。怖い。いやもうなんだろう、あれどうやって作ったんだろう。あれはやっぱり電子音楽だね。どうやったんですかね。同じような声がしてる、あの映画と、ね、いや珍しいなこれは。ジャケットもね、これかっこいいんで、ああそのジャケットいいですねフィルムノワールっぽい、なんか美穂さんのもう一曲聞きたいな、じゃあグリスビーのブルースを言ってるんで、いいっすね、それを。選曲がいいよね。ねえ美穂さん、最高ですよね、すごいね。なんかこう、いろんな実験的な時代だったんだよね。そうですね、結構好きにやらせてもらってたんですね。ですね、ミステリーサンドオーケストラ名義ですけど、まあ美穂慶太郎さんといえばレーサーとしても有名でね、僕たちが一番馴染んでるのは 11PM のテーマミュージック、テーマソングですね、シャバダバダっていういやいやいや、
すごい人がいたんだね。ね。今日はあの日本の人たちの音楽の特集になっちゃいましたけど。そうですね。計らず。計らずも。ええ。じゃあまあ時間なんで、さっきも話してました、今日来てない越美晴の新作から一曲聴いてみましょうかね、はい、そうですね。じゃあタイトル曲の秘密の旅という曲を、うん、はい、じゃあそれを聴きながらまた来週。岡田隆さんでした。おやすみなさい。
ラジコはラジコだけでは完成しません、続いてはラジオネームてるてるアフロさんからの日本中のラジオから届くさまざまな音や声、どうも竹坊です。竹坊さんです。そして何よりそれを聞くあなたが想像を豊かに膨らませた時、ラジコは初めて完成するのです。そしてあなたをスマホや PC の画面から解放し、場所を越え時を越えどこへだって連れていく。さあ見たことのない世界へ出かけよう。あなたの想像する世界は世界で一番広いのだから。世界を広げる音がある。ラジコ。